はい、皆さんこんにちは、しんりゅうです。私は現在京成線の青戸駅に来ております。今日からね、私韓国に行くということでね、この日から、はい、スカイライナーに乗ってね、はい、成田空港まで行こうと思います。ということで、それで3階に行かなきゃいけないみたいですね。はい、で、間違わないようにね、成田スカイアクセス線と、京成線の、成田空、どっちも成田空港行くんですけどもね、はい、スカイライナー発着は、おそらく、後ろの方って書いてあったんだよね。とりあえず上上がりますか。あ、すごい階段。なんか京急蒲田みたいな感じですね。こっちは上の方面、左側には、アクセス特急の、羽田空港行きですね。はい、間違っちゃいけません。今日私行くのは成田空港ですからね。はい、こっちは羽田空港なのでね、一応どっちも国際線は発着していますが、間違ったら大変なことが起きます。あ、多分ね、アクセス特急はスカイライナーまで1本来るんですけどね、あれが先着するんですかね。途中で追い抜きあるのかちょっとわからないんですけども、ね、さっきまで開いてなかったんですよ、こっちの待合室で。列車自体はね、おそらく8号車のみのオープンですね。知らなかったです。私とってのは4号車なんですけど、中で結構歩かなきゃいけなくなっちゃいますね。で、こっちはクーラーめちゃくちゃ効いていいです。出発のだいたい15分前ぐらいにね、扉開けてくださるそうです。はい、あ、書いてありますね。あ、4号車乗り場ありますね。よかった。ファミリーマート前って書いてありますね。ちなみに反対側にはね、途中おそらく追い抜きがあるかもしれないですが、多分ない、どうだろう、3分差なんですけど、アクセス特急、成田空港駅ですね。あっちはパンパンです。パンパンって言っても多分立ち席客が少しいるかなぐらいでね。乗る前にね、乗車券の拝見がありました。で、開くのはこちら4号車と最後尾の8号車のみですね。ご乗車ありがとうございます。全席座席指定スカイライナー61号成田空港行きです。お手持ちのスカイライナー券に記載されております。乗車番号、座席番号をお確かめの上ご利用ください。お客様のご協力をお願いいたします。
第2ターミナルと第3ターミナルをご利用のお客様はお忘れ物なさいませんようご注意ください。本日は京成スカイライナーご利用いただきましてありがとうございました。第1ターミナルをご利用のお客様は終点の成田空港駅までご乗車ください。終点の成田空港成田第1ターミナルです。5番線に到着いたします。お出口は右側です。車内にお忘れ物お落とし物なさいませんようご注意ください。本日は京成スカイライナーをご利用いただきましてありがとうございました。終点の、ね、成田空港、成田ライフターミナルに到着いたしました。いや新幹線並み早かったですね。よいしょ。ということで、ね、もう荷物は、ね、成田空港の、カウンターに送っているので受け取ってね。チェックインはあと1時間ぐらいなんですけども、まあまあまあ電車が遅れたとかねあったりすると大変なので、まあ、チェックイン開始まで待ちたいと思います。ということで、スカイライナーの動画はここまででございます。次はね、おそらく、
中のラウンジとか飛行機の動画になるかなと思います。気になる方はね、この先も URL に貼ってあるので、よかったらどうぞ。ということで、カメラこっちか。では、じゃあねー。